さあ皆さんどうもこんにちは、ケイです。今回はですね、視聴者の方からワールドシャウラーですね、ケイさん今までいろいろ使ってきたと思うんですけど、お気に入り、結局よく使う、自分が好きなモデルどれなのと、ぜひ教えてくださいということでコメントをいただきまして、今回はねランキング形式にしてみました。ベスト5ですね。はい、5、4、3、2、1とどれが一番気に入ってるのっていうのを紹介しつつ、用途とかも紹介していけたらなと思っております。でまずはもう早速ね、ベスト5全部発表しちゃって、それのスペックを一緒に見ていきたいなと思います。はい、まず第5位はこちら、でーんと、はい、ちょっとだいぶグリップが汚れちゃってますけど、ワールドシャウラの1832です。このワーシャの1832が第5位ですね。でスペック確認していきますね。こちらです。 7g から 30g で、ラインが12ポンドから 22p だとマックス2号まで、長さが83ということですね。はい、1832なんで、1がベイトで、83が長さ、2が強さという感じで、 R がレギュラーですね。で -2 の2が2ピースという、そういう表示の仕方です。これが5位です。じゃあ次4位、それでは4位はこちらになります。スピニングです。ちょっとグリップ汚れてるけど、スピニングの番手はこれ2752、これが4位ですね。僕のお気に入りのモデルで752なんで、この5っていうのは半分っていう意味なんで、12フィート半の6です。76で2なんで2番パワー。M ぐらいって言ったらいいのかな。ただ、ベイトの M とスピニングの M じゃ、ベイトの M の方が強いんで、ルアーウェイトはこんな感じ。7g から 20g です。で、8ポンドから20ポンド。Pmax が 1.5。だから結構強いんですよね。うん、これもね。はい。このスピニングモデルが第4位。第3位いきましょう。第3位はこれ。これです。ベイトモデルのこれ17114ですね。ワールドシャウラーのこれが僕のベスト3位になります。 15g から 80g、 711なんで7-11、8フィート弱ですね。で4番なんで、まあ、H クラスつってもこれかなり強いんで、16ポンドから40ポンド Pmax 4号までいけるっていうね。はい、これが第3位。さあ僕の動画を長く見ていらっしゃる方にはあれかなとなってきてると思いますが、第2位いってみましょう。第2位こちら、はい、おっと、これはスピニングですね。番手はこちら2832です。はい、2832、83ですね。 M パワーの RS ですね。レギュラースローで、これはねさっきの2752と違ってルアーウェイトがさらに広い。1オンス強までいけるんですよ。 30g でラインが24ポンドまで Pmax 2号までいけるっていうね、かなりちょっと強めなロッドになっております。はい、これが2位です。さあ1位、皆さんもお気づきですね、これです。ドホドン、はい、来た。番手はこちら、はい、1703です。これワールドシャウラーリミテッドですけど、別にリミテッドっていうわけじゃなくて、この番手の話、1703という番手が僕のワールドシャウラーの中で一番気に入ってる、多分一番魚を釣ってる番手になります。ルアーウェイトが12から 60g で、ラインが14から 30p マックス4号までいけるって、ね、かなり強いです。これも一応 MH なんですけど、 MH プラスとかそれぐらいのパワーは秘めてんじゃないかなというロッドになります。それではですね、このワールドシャウラーたちですね、一体どういう用途でどういうセッティングで使ってるのかっていうのを一本一本細かくね紹介していきたいなと思います。さあというわけで、それぞれね用途とか細かいセッティング紹介していきたいなと思います。まず5位からいきましょうね。5位、1832ですね。ワールドシャウラー1832、これ何に使ってるのと、これはあくまで僕の用途ですね。はい、これにしか使えない、これが適してるとか、まあ、そんなんはもう自分で探してくれという感じになります。ワールドシャウラーなんでね、はい、自由にどうぞと。魚種、僕はこれシーバスに使ってます。主にもうリバーシーバスに近いかな。うん、
概要とかに持っていくにはちょっと短いんで、まあ、公安部でシーバスやるっていうのも僕あんまりないので、はい、とりあえずリバーシーバスが一番こうメインになってるものになりますね。でやっぱランクインしてきたのはコルクストレートで83のロングかっこよすぎるということで、そんなにね、あのリバーシーバスもあの専門にしてるというか、どちらかというと僕イソが多いので、リバーじゃなくてイソに行っちゃうパターンが多いのでメインにしてるわけではないんですが、それでもランクインしてくるというぐらいに素晴らしいモデルかなと思っております。で用途、まあ、これ 10g から 40g のプラグを使うセッティングになってます。まあ、別に40以上とか2オンスぐらいまで余裕で触れるんですけど、まあ、気持ちいい範囲で言うとこのぐらいかなというところ でセッティング何使ってるのっていうと 22X センス DC ですね。 C バスといえばこれと。で PE25 にフロロの16から25を合わせて使用するよというモデルになっております。これが5位ですね。はい、じゃあ次4位見ていきましょう。4位2752です。でこれ魚種はバスですね、用途ですね、5インチ以上のネコリグ、これね、主にあのストレートと呼ばれる2g とか 3g、4g、5g、そのぐらいの重たいシンカーを背負わせて、投げていくネコリグ。これはね、まあ、バスやらない方は、どういうのなんだろうって思うかもしれないですけど、かなり重たいんですね。はい。普通はブラックバスではあまりやらないぐらいのボリューミーな感じになります。まあ、僕、琵琶湖がメインフィールドなんで、このぐらいは余裕で食ってくるぐらいでかいやつがいるということで、まあ、これに使いますね。そして5インチ以上のアームのミドスト。ミドストローリングですね。中層をピクピクと泳がしてくるという、そういうテクニックがあるんですけど、それに使用する。はい。有名なところで言うとデスアダー6インチですね。もう真冬の定番ですけど。で、セッティング22ステラの C3000 に PE の08プラスフロロの10ポンドとか、12ポンドとか、それを 1.5 から2キロぐらいかな。はい。取って使うという。パターンが多いです。でこれはねもうずっとお世話になってるモデルなんで、もうこれもうランクインせざるを得ないということで、もう活躍しまくってきましたが、ちょっと最近バスの専用竿であるバンタムっていうモデルがあるんですね。それの 274M っていうかなり近しいスペックのモデルがあって、若干出番取られつつありますね。はい、フロロ通しで使うんであれば絶対こっちがいいんですけど、特にこの5インチネコリグとか。ただ最近もうほぼ PE しか使わなくなってしまいまして、でそれを考えると、その 274M プラスっていうね、ちょっと柔らかいモデルなんですけども、非常にシェイクがしやすい、そっちのモデルも使いやすいんですね。はい、まあまあ気分で使ってるという感じになります。で次第3位ですね。第3位は17114でしたね。かなり長い4番のロッドになります。 H とか XH にも近いような、そういうかなり強いロッドです。魚種 C バスハードロックです。もうこの2つですね。 C バスの場合は 14g から 56g 2オンスですね。それのプラグです。もちろんあのウェイト範囲もっと上までいけるんですけど、まあ、僕はこの辺で使うよという設定になってます。そして 10g から 28g をシンカーにしたリグですね。ヘビーダウンショットもそうですし、ヘビーキャロとかもそうですし、まあこれバス入ってませんけど、あのヘビーキャロほぼやらないんで入ってないんですけど、たまーにやる感じとか、あとは、もうこのハードロックでド定番、テキサス、直リグ、フリーリグ、そういったものを使うという感じですね。で場所は位相とかで、使用します。全然ね今のところこれで不満感じてないので、長さ的にもねちょっと短いんですけど、あこれこの長さじゃきついなってなるまではとりあえずこれでいこうかなっていうぐらいいけちゃうモデルですね。全然余談になるんですけれども、 IMZ がもうすぐ出るでしょ。今2023年の4月なんですけど、 IMZ が出るので、IMZ ねロックフィッシュとかにも使っていきたいなと思うんだけど、この17114にはつけたくないのよ。絶望的に合わないっていうねデザインが。なので、ダイワのね、ロックフィッシュロッド探してみても、
ハイエンド的なものがないのよね。なんか最近出た、そうだな、4万円以上のモデルとかでこれがおすすめだよというベイトハードロックのロッドありましたら、あの強さ的には MH とか H クラスがいいですね。もうガチで、生地旗、黄門旗、赤旗、特に黄門旗、生地旗に関しては50クラスを想定したような、そういうとにかく強い魚と戦うためのロッドがね、 IMZ 用に1本欲しいなと思ってるんですが、なんかおすすめあればぜひ教えてください。でそんなこんなで、じゃあ第2位ですね。第2位は2832で、これがね、やっぱ上に行くにつれて魚種が増えてくるっていうね、シーバス、それから小型青物で、ライトロックやるし、たまにエギングもこれでやっちゃいます。はい、向いてないけどね、向いてないけどエギングもやっちゃう。でシーバスに関しては 5g から 28g、1オンスぐらいのプラグです。で、まあね、1オンスぐらいになってくると、空気抵抗も大きくなってくるものも結構あるんで、そうなってくるとね、28g というよりも、そうだな、25弱とか、そのぐらいのウエイトが気持ちいい範囲ではありますかね。うん、ただ1オンスぐらい前は、まあまあまあ、全然許容範囲として触れるかなと。そして、3g から10グラムぐらいを新刊にしたリグになります。まあそれはテキサスとかジカリグ、フリーリグ、その辺ですね。まあ小磯とか、そんなにでかい旗が絡まないだろうなと。で、でかい旗が絡んできたにしても、まあそこまで荒くない場所。まあまあそんな感じ。で、これ小型青物って書いてるのは、まあそんなに小型青物に狙ってるというわけではなく、何でもゴム崩り的な感じで 35g までのジグをバービャーンとぶっ飛ばして、でちょんちょんしゃくって、いろんな魚を釣るということで、まあ今までスーパーライトショアジギングね、そういうスーパーライトショアジギングで釣ったのが塩とか、あと、まあ、カンパチね、カンパチのちっちゃいやつとか、あとちっちゃいブリ族ですね、黒星フエダイとかカマスとかサバとか、アジも釣ったことあるか、まあいろいろこれで仕留めてきております、そのスーパーライトショアジギングね、カサゴとかもそうですし、楽しいんですよ、本当に楽しい。 10g から 35g ぐらいまでもうめちゃめちゃ綺麗に扱えるん でそれ以下も別にね全く問題なく使えますし、非常に汎用性が高いんですよ。もう海行くんならこの2832はめっちゃ役に立ちます。そしてできればね、ただこれまた余談になるけども、長くしてほしいんですよね。だから汎用性を取った場合の長さ的には83っていうのはすごいいいとは思うんですよね。ガイド的にもね大きいし、遠投も効きやすいし、しっかり曲がってね、貯められるんで遠投も効くし、で小技も効かせやすいしってなるけど、もうやっぱりね9フィートぐらい欲しい。9フィートぐらい欲しいね。ちょっと短いのよ。そんな感じで、あとはまあ3号から 3.55 ぐらいのエギをこのエギングでね使ったりもします。でセッティングは22ステラの C3000 ですね。同じくこれね2752と同じく C3000 つけまして、で PE はちょっと太いです。リーダー1号、あ1号にリーダーが適宜組み替えと。だからシーバスやる場合は16から20とかで、小型青物とかが混ざってくるスーパーライトショアジギングやるんだったら25とかね、ライトロックやるんだったら14、16とかね、でエギングやるんだったら12、10とか、まあその辺ちょっといろいろ組み替えて使うという感じですね。はい、そして第1位、まあもう決まってましたね。はい、1703です。この番手はまあバスなんですけど、もうバスで僕がベイト、ワールドシャーランのベイトを使ってたら、まあ8、9割はもうこの1703です。それぐらいに汎用性が高い。でやっぱワールドシャーランってなんかちょっとしたね高揚感的なものを、まあほぼ無意識なんですけども多分植え付けられていて、使ってるとね、だから専門竿じゃなくてこの1703を使う機会っていうのはすごく多くて、でその中でもこの用途ですね、バスで使う用途であればこの 10g から 56g 何でもね割と高得点でやらせてくれるんですよ。何でもビッグベイトでもいいし、クランクでもいいし、チャーターでもいいし、でまあ底物ね、ジカリグ、フリーリグ、まあ何でもテキサスいけちゃいますし、
でちょっと巻物向きではあるけどね、テーパー的に。ただまあ底物も全然余裕でできるし、コーヒー中のシンカーとかもできるし、とにかく専用竿には勝てないんですけど、なんでもしっかりこなさせてくれるっていうので汎用性も高い、うん。でセッティングはニーチャンタレス DC にフロロ16か20を巻くことが多いです、はい。僕ナイロンよりフロロの方が好きな人間なんでフロロを巻いております、はい。別にナイロンでもいいと思います。で、19アンタレスですね。これはあのこの加減とか、あとショートキャストが結構多用するよなみたいなシーン、そういうシーンで19アンタレスじゃない、21アンタレス DC のスプールでもちょっとでかい重いなという時にこれなんですよね。重さはしっかりとワールドシャーラの1703に合うぐらいのウエイトで220ねありながら、回転が軽いで剛性感は損なわれていないということで、ぴったり合うと思ってます僕はね。でフロロの14と、まあ、16、これを組み合わせて使うことが多いです。これだったら別にね19アンタレスね2オンスのビッグウェイト投げても何ら問題がないんで、うん。でさっきも言ったようにヘビーキャロライナリグとかはこれで投げることはないんで、もう十分なんですよ。ラインキャパとかも重たいバイブレーション投げてもそんなぶっ飛ぶもんでもないしね、うん。というわけで1位はこの1703ということで、まあ、ワールドシャワーはね、持ってらっしゃる方かなり多いと思うんで、うん、その中でもね多分めちゃくちゃ売れてるモデルではあると思うのよ。で俺はこれが一番だなというモデルがありましたらぜひコメントで教えていただければなと思います。というわけで今回はコメントでいただきました、Kさんのワールドシャワー一体どれが一番気に入っとるんだいというコメントにお答えしました。それではまたお会いしましょう。